はい、はい、皆さんこんばんは。インキさんにようこそおいでくださいました。よいしょ。今日も何曲か歌を賛美していきたいと思いますが、最初に歌いたい曲はですね、主の愛の言葉でという教会福音賛美歌の58番を歌っていきたいと思います。命に
そこでアーケードの真ん中に教会があるんですね、そして地域の方々ととても良い関係を築かれて、そのアーケードのお祭りの中で教会も一緒に、いろんなことをしている教会ですが、そこで牧師人をされている大間紀子先生が作られた作詞作曲してくださった歌です。皆さんもぜひですね、ご自分で詩を書いたりとか、あるいはそれ曲作ってみてとてもいいかなと思います。新しい歌がどんどんできたらいいなと思っています。約束の地へ歌っていきましょう。どこへ行くのか知らないままに、ただ信じて旅に出かける。何もいらない、主がくださった、たった一つの約束だけ。時にはいくつきも歩き続け、時には幾年を待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。あなたを祝福すると、すべてはあなたから始まると、見えない足元を照らす光は、たった一つの約束だけ。時には月も歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年を待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。元気のいい歌ですが、真昼のように歌っていきたいと思います。命をかけて愛を示されたイエス様に出会い、全てが変わった。私はあなたに何をもって感謝を表せばいいのだろう。真昼のように輝きながら
あなたの愛を伝えたい、イエス様のように輝き続ける世の光にしてください、そんな歌詞になっています。ノアという賛美グループが作ってくれた歌の一つです。前回からこのハイデルベルク信仰問答、ドイツのハイデルベルク信仰問答を一緒に学んでいきたいと思っていますが、前回からのところを順番に見ていきたいと思っています。嵐のような、ところが出てきましたが、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですかと、ハイデルベルク信仰問答の問い1は、問いかけます。別の言葉で言うと3つぐらいの言葉で言い換えることができますが、生きている時も死ぬ時もあなたを支えるものは何ですか、そんな問いにもなるかと思います。本当に私たちをあなたを支えることのできる確かなもの、信頼して裏切られることのない確かにあなたを支えてくれるもの、それは何ですかと問われています。皆さんの一番信頼して頼りにしているものは何でしょうかということが問われています。あるいは希望という形でも表現できるかと思いますが、生きている時も死ぬ時も何があなたを強くさせますか、何があなたをもう少し生きていこうかなという希望を与えて皆さんを強くさせますか、そのようなことが問われているかと思います。もう一つの表現はですね、愛ですね、信仰と希望と愛、よくミッションスクールではこの信望愛というのがですね、学校の、一つの教育方針になっているかと思いますが、愛に関して、生きている時も死ぬ時も誰があなたに忠実であり続けるでしょう、裏切ることのない、存在が、あなたにいらっしゃいますか、本当に、真実な愛を持ってあなたに忠実であり続ける方がいらっしゃるでしょうか、
まあ、そんなことが問われています。生き死にを通して。で、それで答えですね、問1の答えが前回見たいところですが、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることですと、そのように問われて答えが出てきます。私がイエス様のものにされている、代価を払って買い戻された、私自身はイエス様のものだ、イエス様のものにされているあなたは私のもの、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、そんな形でイエス様のものだということを知っていること、それが唯一の慰めだと言われています。さらに、続きがあるんですけども、この方イエス様という方はどういう方でしょうか。ご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償ってくださった、賠償してくださった、弁償してくださった、死ぬ拭いをしてくださった、そして悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいましたと、そのような形で答えが続きます。イエス様は何も悪いことをなさらなかったんですけども、その尊い血をもって私たちの全ての罪を償ってくださるために十字架で血を流してくださった方です。そしてイエス様が神様に見捨てられるという形の中で、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださる、そのような救いの技を成し遂げてくださいました。そして、前回も見ましたところですが、この天にいます私の父、主のよりで天にいます我らの父よと祈っている、その天のお父さんのことですが、天のお父さんの身胸、そのお心でなければ髪の毛の一本でさえも落ちることができないほどに私を守っていてください、皆さんが守られている、それほどに細やかに神様は皆さんのことを完全に知っておられて、そして養い、守り、支えてくださっています。守っていてくださいます。実に 万事が全てのことが私の救いのために働くと言われています。三浦綾子さんが、よく色紙にですね、サインを書いてくださいという時に、万事が益にというローマ人の手紙の8章28節の言葉をよく、書かれたようですけども、全てのことが働いて、神様は全てのことを働かして、全てのことが図らずも私の救いのために働く、思い通りにならないこと、なること、そのことも全部含めて、毎日の生活の中で起こってくるその全てが、実は背後に神様の見えない見てがあって、そして全てのことが働いて私たちに結局のところ救いのために働く、益になるということが言われています。さらに前回ちょっと、そこまで語れませんでしたが、そしてまたご自身の聖霊により、聖霊というのは単なるエネルギーではなくて神様ご自身の霊ですけども、聖なる神様の霊が聖霊です。ご自身の聖霊により私に永遠の命を保証してくださる、まあ、契約書に判子をしてくださるような方なんですね。あなたは確かに永遠の命を持っています、間違いなく天国に行けます、死んだ後に次どこで目覚めるか、間違いなく天国で目覚めることができますよ、永遠の命、それは神様と共に天国で、過ごすことのできる命です。それを保証してくださる方なんですね。そして今からのうちこの方のためにイエス様のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださる、神様の栄光のために、私のようなもののために命を懸けて愛してくださる方のために喜んで、残りの人生を生きていく、神様と人とを愛していく、そんな人生に導いてくださる、そのようなことが問い1で言われていました。その続きですね、今日問い2からのところ順番に見ていきたいんですが、この慰めの中で、生き死にを貫く、生きるにも死ぬにも唯一の慰めと言われている中で、喜びに満ちて生き、また死んでいくためにはどれだけのことを知る必要がありますかと言われていますが、3つのことが出てきます。2番目の問い2の答えですが、3つのことです。1つ目はですね、第一にどれほど私の罪と悲惨が大きいか、これが1つ目です。2つ目はどうすればそのあらゆる罪と悲惨から救われるのかという、で3番目は どのようにその救いに対して神様に感謝をしていくべきなのか、さっき歌いましたけども、どんなふうに感謝を表せばいいのだろうというようなことなんですが、それが第3部に出てきます。これは聖書全体が言おうとしていることですけども、
ぜひですね、この3つのことを覚えてください。まず自分がどれだけ罪が深いのか、自分の罪の借金がどれだけたくさんなのか、その自分の罪深さ、本当の自分の醜さとか弱さとか卑怯さとか、そういうものを知る必要があるということが言われています。さらにどうすればその自分で自分を救うことができないような、償うことができないその罪と悲惨からどうすれば救われるのか、そして救われた後どういうふうに生きたらよいのか、このことが3つのことで言われていきます。皆さんもありました、ありました。ハイデルベルク信仰門徒、これが一番コンパクトなものですね。1000円、消費税を入れると1000円ぐらいになるかと思いますが、吉田隆先生という方が、訳してくださったハイデルベルク信仰門徒です。最近は浅岡勝先生とかがですね、一冊の本、もっとしっかりしたメッセージを加えた本を出版してくださったりしていますが、お小遣いがちょっと厳しい方はですね、この1000円ぐらいのちょっとアルバイトをですね、ちょっとお金貯めておいて、ぜひお買い求めくださればと思います。このハイデルベルクを持っていらっしゃる方いますか？ありがとうございます。ぜひですね、改めて開いて見ていただけたらと思います。目次のところを見ると、ずらーっとこういうことが書かれてるんですよね。今私たちが見てるのはその序の部分ですね。ただ一つの慰め、問1問2です。で、第1部、第2部、第3部と大きく3つに分かれているんですけども、それがさっき言われていたことですね。ちょっと戻りますが、第1部はどれほど私の罪が深いのか、その悲惨が、どれほど大きいなのか。で、第2部はどうすればその、どうしようもない、惨めな、弱い、私のことが救われることができるのか、第3部はどうしたらその感謝を表すことができるのかということで、このハイデルベルクは3部になっています。第1部は人間の悲惨さについて、問3から11まで。第2部は人間の救いについて、ここで有名な使徒信条が出てきますよね。我は天地の造りの自然の主なる神を信ずとかですね、神の一人子イエスキリストを信ず、そして聖霊なる神様を信ずる、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様について問われていきます。それから洗礼とは何かとかですね、聖餐式とは何かとか、そういうことが出てきますし、また鍵の務めも出てきます。そして3部の中で感謝についてというところで、10回とか主の祈りが出てくるということになります。これをですね、今年1年かけてゆっくり少しずつ学んでいきたいと思っていますが、今日少しですね、イントロの部分でこの第1部の人間の悲惨さについてというところを、見ていきたいと思っています。何によってあなたは自分の悲惨さに気づきますか、これが問い3なんです。どうすればあなたは本当の自分に気づくことができるでしょうか。答え、神様の律法によって、ね、これは聖書の言葉によってということでしょうけども、神様の律法によって、聖書の言葉によって私たちは自分の悲惨さに気づくことができると言われています。で、これ問い4ですが、じゃあ神様の律法というのは何を私たちに求めているのか、どんなことが書かれているのが神様の律法なのかということを見ていきたいと思います。そこが答えとして出てくるのが、マタイの22章でイエス様が言われていることを、このハイデルベルクは語ります。10回でないところが見そうなんですね。いきなり10回を持ってきてですね、お前はこんなことができてないだろうかという、そういうことではなくて、マタイの福音書22章でイエス様が教えてくださった、律法の中で一番大切なもの、聖書の中で一番大切な教えはこれですよと教えてくださった内容をハイデルベルクはまず、持ってきます。マタイの福音書、聖書をお持ちの方は、マタイ新約聖書の一番最初ですね、マタイの22章を開いていただけたらと思います。マタイ22章を開きますと、だいぶ後半のところですね、この前の水曜日から灰の水曜日ということでですね、イエス様の柔軟を覚える季節に入っていますけれども、22章、これはだんだんとイエス様は十字架にかかって近づいてくる場面ですけれども、その一つの場面、マタイ22章の34節からちょっと読んでみましょうか。こんな言葉が出てきます。バリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。
このパリサイ人サドカイ人というのが聖書の中に出てくる特別な人なんですけども、主にこのパリサイ派の人たちとサドカイ派の人たちが出てきますが、パリサイ派というのはすごい真面目な人たちです。パリサイというのはお前と俺とは違うんだというふうに人と自分を区別して、お前はダメだけど俺はすごいんだぞということで、お前は間違ってるけど俺は正しいんだぞということで、人と自分を区別する人のことをパリサイ人と言います。でとにかく一生懸命努力して頑張って、そして一生懸命より高い自分に届こうとしている、そういう人がこのパリサイ人と言われる人です。サドカイ人というのは、ちょっとかなり世俗的なというかですね、この世の快楽をかなり楽しんでいる快楽主義のようなところがあります。もう死者の復活なんて信じませんから、サドカイ人はもう死んだら全てがおしまいなんだよ、もう生きてる間に楽しいことしよう、おいしいもの食べて好きなことやって、もうそんなことしようじゃないかっていう人がサドカイ人です。まあ今の、現代の人は結構サドカイ人が多いかもしれません。特に日本でもう死んだらおしまいだよ、復活なんかないんだよ、神様もいないし天使もいないし目に見えるものが全てなんだという人がサドカイ人です。非常に現実的な、目に見えるものしか信じないというような人がサドカイ人です。でイエス様はですね、このサドカイ人たちを黙らせたということが起こったんです。死者の復活はあるんだよ、そんなことも知らないのかとイエス様おっしゃってですね、サドカイ人が何も言えなくなってしまったということがありました。そこで彼らのうちの一人、立法学の専門家パリサイ人の方がイエス様をやっつけようとして、ギャフンと言わせようということで、イエスを試そうとしてテストしてやろうということで尋ねます。35節。皆さんも多分身に覚えがあるかもしれませんね。学校の先生とかにテストしてやろうか、この先生どれくらいできるやつか、どうせよしよしちょっと質問してやろうかみたいな感じですね。先生とか言ってですね、手を挙げて、まあ、ちょっとなんか先生を試すような質問をするか場合がありますが、それをやったのがこのサイパリサイ人の一人ですね。36節。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか、聖書の中で律法の中でどの戒めが一番重要でしょうかという質問をしました。これは先生を試す質問です。どれだけできる先生か。しかしイエス様はですね、見事に、模範解答を完全原稿完全な答えを、出してくださいました。37節からのところです。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私今最新の新改訳2017で読んでいます。皆さんはちょっと訳が違うかもしれませんが、ほとんど言おうとしていることは同じだと思います。心を尽くし力を尽くし知性を尽くし、とにかく全身全霊であなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めですとイエス様はおっしゃいました。そしてさらにそれだけじゃなくて続きがあります。39節。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですとイエス様は教えてくださいました。これがこの答えの部分に出てきますが、これですね、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な一つ目の第一の掟です。第二番目もこれと同じように重要である。隣人を、あなたの隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者、とにかく聖書全体が言おうとしている教えは、この二つの掟に基づいている。もういろんなことが聖書に書かれていますが、もう先日詰めてですね、エッセンスをまとめるとこの2つにまとめることができる。とにかく神様を愛しなさいという教えと、隣人を自分のように愛しなさい、とにかく人を愛すること、神を愛することを聖書は教えています。はい、これがですね、私たちに、その悲惨さを教えるものなんですよね。問いも、あなたはこれら全てのことを完全に行うことができますか。答え、できません。無理です。なぜか、なぜなら私は神様と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからですと、このハイデルベルクの問いの答えは語ります。これ生まれながらに誰でもそうだと思います。生まれながらに神様と自分の隣人を、まずは家族ですよね、親だとか兄弟とか、神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いてしまっている。
これが私たちの、本当の姿であろうと聖書は教えています。私は、クリスチャンホームではありませんでしたので、それからキリスト教の保育を受けたわけでもないし、教会学校というところにも行ったことがないんですよね。初めて生まれて初めて教会に行ったのは二十歳の時でした。ですから二十歳前に教会に来ている人は羨ましいんです私よりも先に教会に導かれて祝福されているみたいなありますよ。でもできたら若い時にね、導かれた方がとてもいいと思います。クリスチャンホームの人は逆にこういつか必ず教会から逃げてやるみたいなことを考えているかもしれませんが、それはあまりよろしくないことだと思いますので、ぜひ覚えてください。私の場合はですね、二十歳になるまで聖書を読んだことがありませんでした。イエス様の話も聞いたことがありません。教会に誘ってくれる人も、さらに言うならば私はクリスチャンですという人にも一度も出会ったことがありませんでした。20年間、まあ、日本にはそういう人がゴロゴロいると思うんですよ。何十年も生きてるけども、一度も私教会に誘われた人がいない、誘えた覚えがない。聖書をプレゼントしてくれる人もいないし、イエス様のことを伝えてくれる人もいない。どんな風にして、自分が教会に行き始めたかみたいな、その体験談を語ってくれる人もいないという人が 99% いるわけなんです。ぜひですね、何か機会があればですね、なんで私が教会に行くようになったのか、なんで私が洗礼を受けたのか、なんで私が教会に行き続けているのか、そのことをですね、お友達とか家族の人にぜひ分かち合っていただけたらと思います。私たちはこの聖書というものがないと自分はそんなに悪くないと考えてしまいやすいと思います。比較するものが汚れてますからね、まあ、聖書は真っ白な本だと考えてください。真っ白な紙のようなものだと考えてください。さっきいくつかの曲をですね印刷してきましたけども、白い紙っていうのは結構ですね、これはあまり変わらないか再生紙とかっていうのはですね、かなり色が落ちてますよね。黄色だったりするわけなんですけども、真っ白なものに持ってくるとですね、今まで自分が白だと思っていたものがそんなに白くないということに気づきます。そういう本がこの聖書だと思うんですよね。本当に汚れのない清い本ですから、これと比較してみると自分はそんなに愛がないとかですね、自分はそんなに優しくないとか、自分はそんなに正しくないということが見せつけられるというか、そういう本だと思います。鏡よ鏡ではありませんが、私が聖書を一番最初に読んだ時に体験したと思ったことは、この聖書って怖いなと思いました。最初見たくない、自分が見たくない本当の自分がここに見えてくるんですよね。鏡を鏡じゃありませんけど、本当の自分の姿がこの聖書の言葉を読むときに立ち上がってくるというか、浮かび上がってくるんですよ。お前さんは正しい、自分は正しい、一生懸命頑張って生きててすごい偉いと思ってるかもしれないけど、そんなに偉くないよっていうそういうことが分かってくるんです。あの人がああだ、この人がああだっていっぱいなんか批判したり裁いたりしてるかもしれないけども、あなたって同じようなことしてませんかみたいなことが出てくるんですよね。で、みんな自分勝手だとか言いながら自分も自分勝手じゃないですかとかですね、みんな高慢で上から目線だとか言いながらあなたはどうなんですかとかって聖書を問いかけてくるんです。そしてあなたは自分は強いと強がってるかもしれないけど、実は本当は弱っちい人じゃないんですかってことを突きつけてくるんです。認めたくないけれども、私自身の本当の姿を聖書は見せてくれるような本だと思います。そしてそういう中で、私がいかに神様を憎んでしまうようなものなのか、そして身近な人でさえも愛せない、この人好きだと思って付き合いをしてもその人を愛せない、憎んでしまうようなところが時に出てきたりするわけなんですよね。その時に私たちは本当に自分の愛のなさ、また、自分の器の小ささを、嫌というほど思い知ることになるかと思います。でもその自分の悲惨さを知らなければ、神様の許しの大きさも知ることができません。まだ自分で頑張ればなんとかなると思ってしまいますから、一生懸命頑張ってっていう、その律法主義的なパリサイ人的な歩みは続いてしまうと思うんです。自分で一生懸命頑張れば、自分は正しく、清く正しく美しく生きることができる、誰にも非難される覚えがないと思うかもしれませんが、しかし聖書が語るあなた自身の本当の姿を見ていくならば、そんなに自分は正しくない、
罪人を誰が裁けるのか、俺は裁けない、私はあの人のことああだこうだと言ってたけども、そんなこと言う資格は私にはない、俺にはないっていうことが分かってくるということですね。この前なんか話題になりましたけど、浜田省吾という人物のですね、歌はですね、かなり聖書的なところがあります。そうだと思います。硬質な祈り、固い祈りとも言われますし、求道者の叫びだと私考えています。浜田省吾さん、すごい正直な歌詞を書くのですよね。それで罪人を誰が裁けるなんていう歌があるんですよ。裸の王とかいう歌があるんですけど、罪人を誰が裁ける、誰も裁けないんですよ。聖書にそういう場面が出てきますよね。ある女性が姦淫を犯したということで連れてこられて、そして石打ちの刑にされそうになります。殺されそうになります。裁かれて、みんなに裁かれて、この女は不道徳な女だと言われてですね、こんな奴は聖書では石打ちの刑にして殺さなきゃいけない、あなたはイエス様、あなたはどうするんだとか言ってですね、イエス様に突っかかってくる人がいました。でもその時イエス様は地面に何か字を書かれている中で、たまたまって何も言わないんです。そのうちに一つことだけイエス様をおっしゃる。あなた方のうちで罪のない人がこの人にまず石を投げろ。あなた方の中で罪がない人がこの女性に石投げたらいいでしょ。そしたら年配の人から順番にみんないなくなったって言うんです。みんな心の中ではうすうす分かっているでしょう。自分がそんなに正しくない、自分は罪深い、隠れてこそこそしていることは実は人に知られたらもう恥ずかしくて、もう本当にどうしようもないようなことを裏で、裏の顔ではとんでもないことをしている。その自分で自分が嫌になるほどの醜さ、弱さ、身勝手さ、自己中心さ、それを実は大人になればなるほど知っていくことになるのではないでしょうか。だから子供の時はですね、もう親がなんだとか、大人はダメだとかって言ってるけど、だんだん自分が大人になってくるとですね、あれ、自分もなりたくない大人になっちゃってる、汚れて汚れて、あんな大人になるかって思ってたのに自分が同じようなことをやってる。で、鏡のようなものですけども、例えばお父さんとかお母さんって一番なんか厄介な存在だと思うんですよね。厄介だと思いますよ。で、私本当に父親が大嫌いでした。聖書の神様に出会ってしばらく取り扱われるまではなかなか父親のことを許せなかった、愛せなかったですね。まあ、暴力を振るう父親でしたから、本当にもう母親がどれだけ殴り蹴られてですね、あざがいつもできていて、本当に悲惨な人生を生きている母親で、今でいう DV ですよね。そしてもう締め出しを食らったりとかですね、子供も一緒に、もう本当にお酒を飲んだらとんでもない人になるという父親でしたので、私は本当に父親のことを許すことができない、愛することもできない、感謝することもできない、そんな状況でした。しかし、もし私がイエス様を知らなければ、おそらく同じようなことをしていると思うんですよ。恐ろしいですけど、人間って負のマイナスの遺伝っていうのを、負の良くないものを全部なんか引き継いでしまうことがありますよね。なんか虐待されて育つと、子供虐待したくないけども虐待したくなってしまうとかですね、全員が全員じゃないかもしれませんが、そんな形でいじめられた経験のある人は誰かをいじめるようになるとかですね、そういう形で本当に私たちはやり場のない怒りをどこに向けるのか、弱いやつに向けるしかなくなる、そういう愚かさをそれぞれが持っています。子供の社会で起こっていることは、親の社会の歪みが全部そこにかかっていると思うんですよ、ね、そして自分の姿をある時ですね、鏡のように見ていくとですね、愕然とする時があるんですよ。あ、この怒った時の顔って俺の父親と一緒じゃないとかですね、すっごいなんか愕然として、嫌だ嫌だと思ってる、あの親父になんでこんなに似てるんだ、嫌だ嫌だみたいなことになるんですけども、娘さんであればですね、母親に、あんな母親になりたくないと思ってるけども、ある時鏡見るとですね、実はすごい母親とそっくりの顔してるとかですね、そっくりの喋り方してるとか、そっくりの怒り方してるみたいなことがあると思うんですよ。それは本当に罪人を誰が裁けるのか、誰も裁けない、私も同じようなことをしてしまうような愚かさを持っているんじゃないのか、そんなことを覚えますが、イエス様は
あなた方の間で罪のない人が最初に石を投げなさい。そう問いかけるときに、私たちは誰もがそこから離れて、誰も他の人を裁くことができない。罪人を誰が裁けるのか。イエス様しか裁ける人はいないという結論にたどり着くかと思います。ところがイエス様という方は本当に憐れみ深い方なんですよね。私たちは生まれながらにしてイエス様を憎んでしまうんです。攻撃してしまうんです。殺そうとするんです。神様なんか早く死んでくれって呼んばかりにして、そしてこんなやつは十字架につけてしまえということで、私たちはイエス様を十字架につけてしまうような、そのような自分で何をしているか分からずにとんでもない恐ろしいことをしてしまうようなものでした。ところがそんな私たちを神様は本当に素晴らしい愛を持って愛してくださっているんです。先ほどのマタイの22章の言葉なんですけども、心を尽くして精神を尽くして思いを尽くして力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これはまず神様があなたに対してしてくださったことです。神様は心を尽くしてまずあなたを愛してくださっています。思いを尽くして神様はあなたのことを愛してくださいました。今もそうです。そして思いを尽くして力を尽くして全身全霊で神様はあなたのことを命がけで本気にもう全てのものを使って愛してくださっています。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているよ。誰があなたのことを愛してくれなくても、誰があなたのことを認めてくれなくても、私の目にあなたは高価で尊い。私は心を尽くしてあなたを愛しているよ。思いを尽くして力を尽くして命を尽くして私はあなたを愛したよ。それが十字架の愛だと思います。良きサマリア人の例えというのを皆さんはご覧になったことがあるでしょうか。聞いたことがあるでしょうか。ルカの福音書の中に出てくる例え話なんですけども、聖書をお持ちの方はそこもちょっと開いていただけたらと思っております。ルカの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、3番目ですね。マタイの次の次にルカの福音書というのが出てきます。ルカの福音書ですね、10章を開いていただけたらと思います。ルカの10章の25節からのところに、先ほどと同じ一番大切な教え戒めが出てきますが、その後で、とても有名な例え話が出てきます。ルカの10章の25節から読みますので聞いていてください。さて、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。このやり取りでは、このイエス様に問い返された人が模範回答として、この2つの大切な戒めを教えてもらいます。イエス様もおっしゃるんです。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエス様、私がそれをしてないとでも言うのか。冗談じゃない。私は清く正しく美しく人を愛し神を愛して生きています。そうじゃないと言うんだったら、私の隣人って一体誰のこと。そんな風に食ってかかったような人物ですけども、その時に自分は正しいんだと言い張っているようなその人にイエス様は例え話を語られました。30節から。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。まあ追い剥ぎのような、強盗ですね。そしてたまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。人というのは本来冷たい人が多いですよね。特にたくさん人がいるのにもかかわらず、誰も自分のことを振り向いてくれない、助けてくれない、気にかけてくれない、
都会の中の孤独が、東京近辺にはたくさんあります。反対側を通り過ぎていく見て見ぬ昼間する人が多いんです。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚、まあ、2万円ぐらいですね、2万円ぐらいを取り出して宿屋の主人に渡しています。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみを深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。実は私たちは神様に敵対して、あるいは人に敵対してその結果ですね、いろんな形で傷つけられたりボロボロになって倒れてしまっているような人でした。そこにいろんな人が通りかかるんですけども誰も私たちを助ける人はいませんでした。ところがこの一人のサマリア人のようにイエス様が私たちのところに来てくださるわけなんです。近寄ってきてくださいます。そしてできる限りのことをして心を尽くして思いを尽くして力を尽くして知性を尽くして私たちを愛してくださり自分と同じように隣人を愛してくださる隣人になってくださる寄り添ってくださるそういうことをしてくださったのは実はイエス様なんですよ。イエス様は罪にまみれて倒れていたもう生きる力もなくて早く死にたいと思っているような私たち、でもそこにイエス様が来てくださってそしてできる限りの介護をしてくださって時間を割きお金を割きそして体力を使って私たちを介護して関わってくださり面倒を見てくださる、こんな人と関わりたくないっておっしゃらない、そして惜しみなくお金も使ってそして私たちのことをなんとか元気にさせてあげたい、なんとか、またさまざまな形で命が回復して生き生きと生きていってほしいと神様は願っておられます。心を尽くして精神を尽くして思いを尽くして力を尽くしてくださったのはまずイエス様だということをぜひ覚えていただきたいんです。私がイエス様を愛する前にまずイエス様がそんな風にして私たちを愛してくださった、それが福音的な聖書の理解だと思います。自分と隣人を自分のように愛しなさいというのも同じです。まずイエス様が私の隣人になってくださり自分のように私のことを愛してくださった、放っておけない、見て見ぬふりができない、もうどうしてもですね関わらざるを得ないということで天から降りてきてですね私たちのところに近づいてきてくださって、そして私たちの良い隣人になってくださり、そこまで私たちに関わり続けてくださる方がイエス様だということをぜひ覚えていただきたいと思います。そこまで愛されるとですね、この歌も歌いたくなるんですよね。最後に歌いたい歌は、先週も歌いましたけども、すべての良きものでという歌なんですけども、岩渕誠さんというシンガーソングライターがですね、作った歌なんですけども、これはイエス様を愛せよと歌うんですけど、その理由が歌われていますね。なぜイエス様を愛せるのか、なぜ心を尽くしてイエス様を愛せよというのか、それはイエス様が私のために死なれた、命をかけてくださった、イエス様が私のようなもののために十字架で死んでくださった、だからこそイエスは神を心を尽くして彼は救いの贖いとなられた、私の罪の借金を全部支払ってくださった、そして買い戻してくださり、あなたは私のものと言ってくださる、そして全ての良きもので私たちをまず愛してくださったからこそ全ての良きものをイエス様に捧げますと、そんな風に歌っていく歌になっています。全ての良きものでを一緒に歌っていきたいと思います。イエスを愛せよ心尽くし
ために死なれた。イエスを崇めよ、心尽くして彼は救いの贖いとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを讃えます。イエスを愛せよ、心尽くして、彼は私のために死なれた。イエスを崇めよ、心尽くして、彼は救いの贖いとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを讃えます。すべての、すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを讃えます。主イエスを、主イエスを讃えます。主イエスを、主イエスを讃えます。宣伝をして終わっていきたいと思いますが、日曜日はぜひですね、祈ってみてください。仕事などが休みが取れますように、毎週来れなくても、時々は来れますようにと祈ってみてください。私たちの杉戸の教会では朝10時半から第一礼拝が始まります。その前に9時半ぐらいからスマイルキッズといって、教会学校子どもたちの礼拝もあります。礼拝が終わった後ランチがあり、クワイアの練習もあったりします。それから4時から5時ぐらいまで JJ の青年たちのためのユース礼拝もあります。それから8時から9時、これちょっと遅い時間なんですけども、昼間に都合がつかなかった方ですね、仕事などがどうしても入ってとかいう方も8時から9時の夕礼拝にまた出ていただけると感謝です。ネットが使える方はskito.church.jp もチェックしてみてください。ここに来てない方のためにいつも地図を紹介していますが、一番近い駅は東武動物公園の駅です。はい、でも鉄道が通ってないところにいらっしゃる方は申し訳ないです。あのバスとか自転車で来るしかないという世界なんですけども、ぜひですね、祝福が豊かになりますように。そして、駅が使える方はですね、東口から出て、古利根川を渡ると杉戸町に入ります。それで、川沿いに来ると一番近いんですけども、お蕎麦屋さんの横を通ってくぐり抜けてくると一番ショートカットになります。杉戸高校とか杉戸町の役場がある通りですね、旧日光街道に、教会があります。白い箱型の建物ですので、ぜひ遊びに来てください。終わっていきたいと思いますが、皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。ありがとうございます。